あでこっちはこういう感じになってんだ。なるほどな。あこうな。あ向こうから行ったらいいか。ここから渡れんだ。あここが渡るようになってるんですね。なるほどな。あちなみに次はねワンちゃん寝たいんですよね。おトンってとか凍ってった。あれあれかさっきアミノの駅にいたやつかな。そいつが今度折り返してさっき昨日要は出てた7時46分に出てたユラさんのね、列車がアミノに行って今のが折り返してきたって感じかな。でそれが今度出てくるのはちょっとだいぶ時間がちょっと先、8時42分ってなってたんでね、まだ40分全然あるわ。プリシマ、あこれなんか気温が違うんだよな。なんでだっけ、さっき来る途中であったな。プリシマじゃねえんだ。クジマとかってなってたっけ。あでもあれは全然まだ別の地域か。ありますね。普段駅名表のやつとか見とってもね、読みまではね、特に漢字が全然難しくて読めないやつはなんじゃこれってなりますけど、ああいった国の島で久島とかああいった感じのね、やつは実際に来てみないとそういう読み方だったなってことに結構わからないですからね。てかよく考えたら舞鶴って土曜日もゴミ収集やってんだな。四日市って土曜日にゴミ収集やってる地域あったっけ。ねえよな。俺が知らんだ人って八郷地区とかあっちの方まで行ったらやってるかもしれませんけどね。クリスターですね。私も不動産って毎週ね。ちょっと外れるともう関西の住宅とかはどうですね。どっかで駅の方戻ってからかとか。やっぱマスクつけながらだと歩いててしんどいですね。から行ったらいいですね。そういった感じかな。ここが舞鶴中筋郵便局。まあ特定局でしょうね。の感じからして。朝日が眩しいな。動画本編的に一体第何回になってるのか分かりませんけど、これが多分1枚3本にするだろう。こんだけ撮ったんだから下手したら2本撮りだろう。これ今第何回になってるんだろうな。サブチャンネル含めたらあれは10分区切りとかで、出したりなんかしやがったら。相当稼げますからね。光栄光栄。おっと。
あ、じゃあここか、バーバーさん、あ、なんか記憶があるな、なんだったっけ、あ、そうだ、あそこだ、さっきそれこそ網野の駅の近くでね、あるなって言っとったのが、あれですね、バザーズタウンですね。まだ暗かったですからね。めちゃくちゃあれですね、クワクワゴミ捨てのめちゃくちゃ短いんやね、この辺りは。あ、でも名古屋とかもそうやね、うん、名古屋なんかやったらもう清掃員さんもドライバーさんと、ね、ゴミ放り込む人が放り込む人はもうこの朝の9時からまだ開いてないか。ゴミを放り込む人がもう歩いたまんまね放り込む人がやってますもんね。ああ両側から入って、あ、こういう方法なんや、へえ、なるほどな。でドラクエとかもあるし、今日はどっから入ればいいんだこれ。もっともっとまず、いや、商業施設多いしね、こっちに来た方が。あ、で、このバザールタウンが佐藤さんやってんだ。佐藤ってあれですよ、この前大江で天丼食ってたスーパーとか。あ、おはようございます。なるほどね。この辺りはこの佐藤さんって言うんだな。前に佐藤ってどっかでも使ったことあるな。あ、それこそあれか、2015年に、天の橋立の方を抜けた後か、抜けた後に、鳥取砂丘の方向かってる途中かどっかで入ったよね。うん、あれなんかカビンとおまんじゅうとかいうのを買ったような記憶があるわ。一応調べてみて、データをあったら載せときます。これこれね、あるかな、あれの時だったら2015年だもんな。これで西舞鶴駅なんだ。こっちがメインな感じなんかな。あー、とりあえずね、荷物がくっそ持てんだ。飲み物がちょっと多めに買ってあるもんな、今。飲みたいところはないけど、撮影しながらこうやって回しとると手が塞がって結局飲めないですよね。最近はあまりね、マスク外してね、飲むのもね、またはばかれる状況になってますからね。うん、ええじゃんと思うけど、そういうこと言うとあれなんですよね。あ、やっぱ違うのが綺麗になってんな。新生地区なの。赤坂の時間が切れたな。今入ってきたのは東舞鶴行きのなんか特急舞鶴2個だっけ、出てきたところかな。あ、でも止まってますね。よし、止まってるならもう乗ろうかな。止まってはない、止まってはないか。よいしょ。
ここかな、スライダーもこうか。まあ、おしゃれな作りになってますよね。